皆さんこんにちは。第1回ソリエキーズビートチャレンジ、本日は C ブロックのご紹介です。今回は5名の方にビートをシェアしていただきます。前回の動画では6名の方をご紹介いたしましたので、まだ見ていない方はぜひご覧になってください。まずは13人目の方のご紹介をいたします。長崎県出身の DJ 元田さんです。曲名は朝倉1。それでは早速聴いてみましょう。 Let's go!これは SP1200 のピッチシフターをいじった時に発生するエリアシングがあずかりに聞こえますね。そしてムチを打つようなスネアの音が独特でかっこいいです。音のレイヤーの仕方がとっても丁寧で、特にレイドシンバルの使い方が聞く側に拍車をかけ、自然と体が揺れるビートですね。 DJ モトラさん、ありがとうございました。続いて14人目の方のご紹介をいたします。九州出身の D by D さんです。曲名はタイウタウ。それでは早速聴いてみましょう。 Let's go!まさにゆらゆら揺れるリズムと音色が使われていますね。雨音が背景に使われており、情景をイメージしやすいビートです。普段作らないジャンル BPM とのことですが、とても完成度が高く、今後もこういったビートを作られたがいいと思いますよ。 D by D さん、ありがとうございました。続いて15人目の方のご紹介をいたします。神奈川県川崎市中心の直文さんです。曲名は今日も雨。それでは早速聴いてみましょう。 Let's go!
と生楽器の融合という素晴らしい曲ですね。低域の迫力がすごくて、その上に乗るアルペジエーターがこのビートを特徴つけています。展開の作り方がうまく90秒以内でいろんなシーンの移り変わりがまるで短編映画のような作品ですね。直文さん、ありがとうございました。続いて16人目の方のご紹介をいたします。東京都出身のニトロさんです。曲名はマスター。それでは早速聴いてみましょう。 Let's go!からとても雰囲気のあるビートでしたね。女性のボーカルが曲に厚みを持たせ、トランジションから上書きのレア、レコードスタート、ストップなどたくさんのテクニックが使われています。ミキシングでは高域の処理がうまく最高なローファイサウンドが作り上げられています。ニトロさん、ありがとうございました。続いて17年目の方のご紹介をいたします。東京都出身のノリショミュージックさんです。曲名は Summer Jam 2023。 それでは早速聴いてみましょう。 Let's go!サンプリングチョイスです。そこにディレイがかかった人の声やベルをレイヤーさせ、まさに夏の雰囲気が出ていますね。そして独特なドラムパターンがこのビートを特徴つけています。サンプリングは初チャレンジとのことですが、ぜひ今後も続けられてみてください。ノリショミュージックさん、ありがとうございました。
皆さんどうでしたか？ぜひ感想をコメント欄に言ってお教えください。概要欄に今日ご紹介した方のリンク先を貼っておきますので、気になられた方はチェックされてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。